はいどうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、新ボックスね、アンチノミックセオリーっていうのが出ることになったので、これについてレビューやっていきたいなと思います。まあ、どういうことを話すかっていうと、このボックスは強いんか弱いんかっていうところだったり、このカードとかこのテーマってこういう効果があるんだよっていうところだったり、このカード何枚ぐらい欲しいんじゃないかみたいなところとかを話していきたいなと思います。で、とりあえず、取り急ぎ今作ろうと思うんですよ。っていうのが、多分3月1日に来るんだったら、日付変わったタイミングなんですよね。なんで、早く出した方がいいと思うので、多分ね、あんま編集とかできないと思います。なんで皆さんちょっとその辺はね、聞き流していただければ嬉しいなというふうに思います。で、早速なんですけれども、これですね、テックジーナスっていうテーマが来ます。で、ちょっとこのままだったら見づらいので、ちょっとルーペ出します。こんな感じですね。まずこれですね、テックジーナスハルバートキャノンってやつで、まあエースモンスターですね。まあ、星12っていうところで、しかもシンクロモンスターのチューナーとチューナー以外のシンクロモンスター2体以上っていうかなり出しづらい条件なんですよ。で、ただ効果自体めっちゃ強くて、ステータスも4000-4000でいいんだけど、ターン1で、一旦に1回相手の召喚、判定召喚、特殊召喚を無効にして破壊するんですよね。だからそれがめっちゃ強いっていう。で、プラス、フィールドから墓地を送られた時に墓地の、テックジーナスを特殊召喚するっていう効果あるんですよ。まあ、出したら強いよね。じゃあどうやって出すねんっていうところとかを今から話していきたいなと思います。基本的には、このテックジーナスのスクリューサーペントってやつがいるんですよ。このスクリューサーペントっていうのはどういうやつかっていうと、星4のチューナーなんですよね。で、こいつが召喚特殊召喚に成功したときに、墓地にある、レベル4以下の TG、1体を特殊召喚します。効果無効にしてね。で、スクリューサーペントっていうカード自体を、特殊召喚することはできません。で、じゃあそれをどういう風な効果、どういう風に展開していくねっていうところを話していきます。一応ね、スクリューサーペントの2の効果もあるんですが、まあそこはちょっと割愛させていただきます。スクリューサーペント星4じゃないですか。で、ドリルフィッシュっていうのがいるんですよ。で、こいつが星1ですね。これが、自分フィールドのモンスターが TG のみの場合、手札から特殊召喚できるんで、なんで、まず、スクリューサーペント出します。で、ドリルフィッシュ特殊召喚しますって。で、これでシンクロするのが、スターガーディアンってやつです。で、このスターガーディアンっていうのは、いろいろ書いてるんだけど、簡単にまとめます。星5のシンクロなんで、それでできるんですが、まず、特殊召喚に成功した時に、墓地の TG、テックジーナスを手札に加えます。で、さらに、メインフェーズに、手札から、テックジーナスモンスター1体特殊召喚できます。で、これで、スターガーディアンの素材にした、このスクリューサーペントを手札に回収するんですよ。で、そのまま出すんですよ。じゃあ、スクリューサーペントの今言った特殊召喚された時の効果で、墓地のドリルフィッシュっていうのを特殊召喚、釣り上げることができます。でですよ。で、このスクリューサーペントとドリルフィッシュで、シンクロ召喚で、レベル5のテックジーナスがもうすでにいるんですよ。それで、星5のシンクロが2体並ぶわけですね。で、うち、このスターガーディアンはチューナーと。じゃ、これで5、5並ぶじゃないですか。でね、で、じゃあこれだったらレベル12に足りないんで、じゃどうすんねってところなんですけど、一応このレベル2の、レシプロドラゴンフライっていうのが出てきてるわけなんですよね。で、こいつを、一応、星1のモンスターが手札のモンスターとでシンクロして、こいつ出すことができるってやつがいるんですよ。っていう風な4枚コンボなんで、なかなか出すのが現状は難しいっちゃ難しいんですよね。ただ、もし仮に、この、ハルバートキャノンをもっと簡単に出すことができるようなギミックがあるんだったら、テックジーナスはまあまあ強いと思います。まあ、それでも環境取るんかって言われると分かんない。分かんないけど、でも、まあ、フォトンと同じぐらいの立ち位置とかにはいけるんじゃないかなっていう風には思ってます。まとめると、スクリューサーペント、プラスドリルフィッシュ。この2枚のコンボで、レベル5がシンクロ2体並ぶんで、そこからハルバートキャノンにつなげる可能性があるって感じです。で、レベル1の、特殊召喚できるテクジーナスはもう1体いるんですよ。もうそれはすでに実装されてるやつなんですけど、なんで、マックス、3、6のコンボになるっていう、3枚6枚入れれるっていう風な感じかなっていう風には思います。じゃあですね、ちょっと、一応ね、このドリルフィッシュの、効果、他にも一応強い効果があって、何かっていうと、直接攻撃できるんですよ。で、プラス自分のテックジーナスモンスターが相手に戦闘ダメージ与えた時に、相手フィールドの、モンスター1体を破壊するっていうやつがあるんで、まあ、これテックジーナスドリルフィッシュ自体が殴ってもいいし、こいつ守備で出しといて、別のテックジーナスが、ライフ与えてもいいし、みたいな、そんな感じでございますね。では、他のモンスター見ていきましょう。バハムートシャーク。こいつランク4ですね。水属性 ×2 体なんで、縛りあります。で、効果は一旦に一回、このカードのエクシー素材一つ取り除いて発動できると。エクストラデッカーランク3以下の水属性、エクシーズモンスターを一体を特殊召喚できる。で、このターンこのカードは攻撃できないみたいな感じで、まあ、持ち帰るとか、FA ブラックレイランサーかな。
が来たら強いかなっていう風なカードだとは思うんだけど、まあ現状は微妙かなっていう風な感じです。で、サメデッキにまあワンチャン入る。で、具体的にはレベル3の、ナイトメアシャークっていうのを出せます。で、ナイトメアシャークは、特殊召喚成功時、手札か場からレベル3モンスターをエクシー素材にできるんですよ。ただスキル使うと場がレベル4になるので、まあ手札から装着するくらいかなみたいな。まあただそこまでして入れんのかっていうところがあるから、まあバハムートシャークは今後強くなるかもしれんけれども、今すぐには、まあまあまあ別にっていう感じかななんていうふうには思ったりはしてます。で、次、キングレムリンですね。これは、まあ、今、ギアギガントクロスいるじゃないですか。あれの、爬虫類族版みたいな感じです。ただ、レベル指定ないですね。ランク4で、汎用ランク4なんですけど、エクシー素材1個取り除いて、デッキから爬虫類族モンスター1体を手札に加えるってやつです。まあ、候補としては、加える候補としては、仮面レオンだったり、影トカゲだったり、アナンタ、レプティレス、ヒュドラ、あとはエイリアンとか、マンモナイトとかいるじゃないですか。まあ、あの辺とかが候補としてなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、これで今、1、2、3、4、解説したでしょ？下。で、次、ここやね。立花生ってやつですね。あ、立花生の前に先にちょっとランタンシャーク触れとこうかな。ランタンシャークは、召喚特殊召喚に成功した時に手札からランタンシャーク以外のレベル3から5の水属性1体を守備表示で特殊召喚ってやつです。ただ、ターン終了時まで自分はエクスシーズモンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないっていう制約が出ます。で、このカードを水属性モンスターのエクシーズ召喚に成功するときにレベルを3もしくは5としても扱うことができます。なので3、4、5を、手札から特殊召喚しつつ自分も3、4、5と扱うことができるのでそこがいいかなっていうところですね。なのでランタンシャークプラス水属性モンスターで横展開できるモンスターって感じなんですけど、まあ、レベル5のモンスターを SS、まあ、特殊召喚できるっていう点が、まあ、使い勝手がいいカードかなっていうふうには思います。で、後ほど使うことになるかもしれないんですけれども、現時点では、まあ、サメの領域には、まあ、サイレントアングラーとかもいるし、まあ、そもそもサイレントアングラーとかがね、めちゃくちゃ採用されてるようなそんな環境っていうか、まあテンプレでもないしで、まあまあまあって感じかな。まだとりあえず必要ではないのかなと思います。一応フィッシュボグチャージがね、新しく3枚トレーダーで手に入ることができるようになってるんで、まあ魚族っていうところはいいところかなと思います。ではここ行きましょうか。立花っていうテーマ群のカードで、これ立花生スノードロップ。スノードロップは確か冬に咲くお花だったかなみたいな感じで、まあ、格好もなんか冬っぽい感じになってると思います。で、こいつレベル8なんですけれども、特殊召喚できるモンスターで結構強力なんですよ。で、先に言っちゃうと、立花はまだちょっと評価難しいです。っていうのが、強いかもしんないし弱いかもしんない。やってることは強いんですけど、相手ターンにどうやって妨害入れるのかみたいなところとか課題があって、まあ、ちょっと回してみないとわかんないなみたいなところはありますね。で、この立花生スノードロップはちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、自分フィールドの植物属モンスター1体をリリースして、こいつとプラス手札から植物属モンスター1体を、2体を特殊召喚するって感じです。で、この効果発動後、ターン終了時まで自分は植物属モンスターしか特殊召喚できないっていう風な制約がつきます。で、それがまず効果1でしょ。で、効果2は、自分フィールドの植物属モンスター1体を対象として発動できる。で、自分フィールド全ての植物属モンスターは、その指定したモンスターと同じレベルにターン終了時までになります。で、まず1の効果は、植物属をリリースして墓地に送る。プラス、自分と横に、手札から植物属を特殊召喚するっていう効果なんで、強いんだけど、必ず手札に別のモンスター持ってなきゃいけないんですよ。そこがデメリットかなと思います。で、先行で効果使うには、下級の植物属プラス、このスノードロッププラス、植物属が別途必要になってきます。なんで、スノードロップをメインの構築にするんだったら3枚とか入れてね、不純物を多くすると回らないデッキだと思います。なんで、不純物だって2枚引いちゃうと、スノードロップ指導ができないから。ただ、それだと、防御蓋がないと、割と盤面が弱かったりするんですよね。なんで、スノードロップを逆に1枚とかにして、展開はできたら強いかな、ぐらいな感じでもいいかもしれないですね。なんで、その辺の枚数とかがまだ僕もいまいち分かってないんで、早めに調整してから、最終的に強いか弱いかっていうのを言いたいと思います。なんで、まあ、生放送とかでは立花を中心的にやって遊んでいきたいかなっていうふうには思ってます。で、2の効果、植物属のレベル全部1体と同じやつにするっていうのは、まあ、3体エクシーズとかしやすいっていうやつやね。まあ、これが立花のエクシーズ体にが3体エクシーズとかいるから、そういう意味でこのスノードロップは強化とし効果としては強力って感じです。で、スノードロップの他にどういう立花が来てるかっていうと、立花生ボタンっていうのもなかなか強くて、
こいつレベル6ね。さっきのやつがレベル8なんだけど、まず効果1。自分フィールドの植物属モンスター1体をリリースして、こいつ手札から特殊召喚します。で、さっきのスノードロップと違って、横にモンスター、手札から出さないんで、こいつ1体だけで大丈夫です。で、このカードが召喚か、もしくは植物属のモンスターの効果で特殊召喚に成功した場合に、デッキから立花魔法トラップカード1枚を手札に加えます。まあ、1の効果は、まあ、手札から特殊召喚するっていう効果なんで、まあ、改めて説明することもないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、一応、スノードロップと違って、デメリット効果ないんですよ。植物属性が出せないっていう。例えばだから、グロアップバルブ出して、グロアップバルブリリースして、こいつボタン出して、グロアップバルブ墓地から出すと、7シンクロが作れるとか、まあ、そんなのはできたりしますね。であとは、レベルコピーとかだったら、そのままレベル6の、シンクロにつなげたりとかっていうのもできたりします。なんで、まあ、バルブとか、バララバーとか、あの辺とかとは相性いいかなっていうふうに思います。あとは、まあ、人参とかもかな。で、2の効果。2の効果は、要は、植物属モンスターの効果で特殊召喚したいんですよ。で、それでさっきの、このスノードロップっているじゃないですか。だからこいつと、スノードロップと、ボタンが揃っていると、ボタンの効果使えるって感じだね。で、あとは、バララバの効果とかで特殊召喚っていうのも、まあ、リンクスだったら、まあ、あるんじゃないかなっていうふうには思います。じゃあですよ。この、まあ、他にも立花のモンスターいるんだけど、まず最初に立花魔法トラップ、何があんねんっていうところを見ていきたいなと思います。で、それが、まあ、まず注目したいのは、これかな。立花絢爛ってやつです。これがね、わかりやすく言うと、打天使の追放だし、わかりやすく言うと、小悪メールの混合格です。カード名、このカード名のカードは一旦に1枚しか発動できないっていう、まあ、当たり前に、単一制限ついてるんだけど、もう一個あって、これそのまま普通に使ったら追放になるんですよ。で、もう一個。自分フィールドの植物属モンスター1体をリリースして発動することもできます。そうしたらどうなるかっていうと、まずデッキから立花モンスター1体を手札に加えるんですよ。で、モンスターをリリースして発動した場合、手札に加えたモンスターとはカード名が異なって、元々のレベルが同じ植物属1体をデッキから手札に加えます。普通に使うと立花モンスター1体だけサーチです。リリースして使うと、そのサーチした立花モンスターと、別のカード名の同じレベルの植物属1体を手札に加えることができます。だから好きな立花をサーチできるっていうところがすごくいいんだよね。だからスノードロップっていうレベル8のさっきのモンスターは1枚でもまあいけるんじゃないかっていうふうに言ったのがここが理由ではありますね。で、ただまあちょっと回してみないと分かんないですけど、3枚いるかもしれないけどね、スノードロップは。で、これの何がやばいかっていうと、立花以外もサーチできるところです。要は場の植物属リリースして取ってきたら、例えば、このスノードロップってレベル8じゃないですか。だからこれ別の植物属もサーチできて、じゃあどういう植物属がいるかっていうと、一応この辺にざっと出したんですけど、例えば、こいつレベル8でローザリアンですね。こいつは、自分のメインフェーズに発動できると、このカードの、以外の、フィールドの表側表示の効果をターン終了時まで無効にするみたいなやつがあるんですよ。なんで、まあ、こいつも強いし、あと、ティタニアルっていうのが、フィールドのこのカードを対象とする、フィールドのカードを対象とする魔法トラップモンスター効果発動したときに、自分フィールドの表側表示の植物属1体リリースして、その発動を無効にして破壊するっていう、まあ、キャバルリーみたいな感じですね。で、マリーナ様。これ結構有名で昔使われたカードなんだけど、まあ、こいつ以外の自分フィールドの植物属モンスター1体のみが戦闘かカードの効果によって破壊されるときに相手フィールドのカードを破壊とか、あとタレイヤーさんは、こいつがモンスターゾーンに存在する限り、このカード以外のフィールドの植物属モンスターは効果で破壊されなくなるとか、こいつは全部ね、星8なんですよね。で、プラスだよ。新しくもう一丁来てて、これ、星8の、チルビメってやつもいて、こいつが表側表示で存在する限り、相手は他の植物属モンスターを攻撃対象に選択できないっていう風なやつなんですよね。で、こいつがやられた場合は、このチルビメ以外の植物属1体を特殊召喚できるっていう効果もあるんですよ。なんで、まあ、チルビメの効果で多分ボタンを蘇生したら、また立花魔法トラップとかも蘇生、取ってくれるのかなみたいな感じで、この、立花絢爛っていうのは、打天使の追放以上にもしかしたらやばいかもしれないっていう風な、まあそれぐらい結構強いカードですね。汎用サーチがあるので、まあ、弱くはないよなーっていうような感じはしてるんだけど、まあちょっとぶっちゃけまだ回してないからなんともって感じだよね。じゃあじゃあ植物属をリリースして出すっていうんやけど、じゃあ何リリースするかっていうと、まあグローアップバルブ、バララバ、あとは人参、この辺をリリースした場合は、そのままスノードロップとかを特殊召喚して、で、バックカード取って、みたいなことができたりとかします。っていうのが、まあ、この、ちょっとやばいカードですね、サーチの。で、あとは、立
家の魔法トラップ1個ずつちょっと紹介したいんですけど、この立夏の風穴、風花ってやつですね。これは何かっていうと、効果2つあって、まず永続魔法ね。自分フィールドの立夏モンスターがリリースされた場合に、相手は自身のフィールドモンスター1体リリースしなければいけないっていう風な効果があって、まあ道連れですね。痛み分けみたいな感じだね。で、もう一つ、相手エンドフェーズに植物族モンスター以外の表側表示モンスターが自分フィールドに存在する場合、このカード破壊なので、まあ、植物族しか基本出しちゃダメですよ。こいつを使うんだったらみたいな感じだね。で、これボタンからサーチできる永続魔法っていうのがめっちゃ強いです。じゃあリリースどうやってやるのって言ったら、まあ、ドキュー舞台とか、あとは最近ちょっと、制限かかった、リミット1になったカードとか、もあるんですけど、この立夏新進っていうのもあって、これもサーチできるカードなんですよね、ボタンから。これもターン1しか使えなくて、普通に使うこともできるし、自分フィールドの植物族モンスターをリリースして発動することもできます。で、まず普通に発動した場合は、墓地から立夏モンスター1体を、守備表示で特殊召喚します。選んでなんで対象取ってないですね。DD クローとかは基本効かないみたいな感じです。で、モンスターをリリースした場合は、さらに自分の墓地から植物族モンスター1体を守備表示で特殊召喚できます。これ立夏じゃなくても大丈夫っていうところが結構ミソですね。なんで、このカードを使って戦線を維持していく感じなのかなみたいな。まあ、そんな感じでは思ってます。では、じゃあ立夏のことは分かりました。動きは大体分かりましたと。基本的には、このスノードロップとか使って横展開したりとか、ボタン使ってサーチ入れたりとか、そういうのをしていくっていう風な感じになります。じゃあ、他に立夏の普通のモンスター来てんのかっていうと、エリカってやつと、このヘレボラスっていうのが、まあ、手札誘発みたいな感じなんだよね。で、どういうやつかっていうと、このカード以外の自分の植物族モンスターが、戦闘を行う攻撃宣言時にダメ捨てじゃないから気をつけないとダメですよ。手札かフィールドのこいつリリースして発動できる。そのモンスターの攻守はターン終了時まで1000アップするっていうアレスターですね。みたいな感じですね。なんで戦闘補助です。で、プラス、このカードが墓地に存在する状態で自分フィールドの植物族モンスターがリリースされた場合に発動できる。こいつを守備表示で特殊召喚。で、この効果で特殊召喚したカードはフィールドから離れた場合に除外されるってやつなんですけれども、要は、立夏ってリリース結構するじゃないですか。トラップの効果でもそうだし、いろいろとね。そのタイミングで、このエリカが墓地にいると、こいつ特殊召喚できるっていう。で、星6だから、そのままランク6につなげやすいっていうところがいいです。で、このヘレボラスっていうのが、星8なんですよね。で、これは何かっていうと、自分フィールドに立夏モンスターが存在して、プラス自分フィールドのモンスターを対象するモンスター効果が発動した時に手札かフィールドのこいつリリースしてその効果を無効にします。なんでヘレボラスっていうのがいると、例えばトレミスでして、その立夏を戻したいですって言ったらヘレボラスピュッて捨てて、はい無効みたいな感じですね。破壊はしないんですけど。で、こいつが墓地に存在する場合、自分フィールドの植物族モンスター1体をリリースして、こいつを守備表示で特殊召喚できます。なんで、例えば、ヘレボラスとエリカが墓地にいたら、バナモンスター1体をリリースして、で、こいつを、守備表示で特殊召喚するとするじゃないですか。じゃ、それに反応してエリカ出てくるんで、8、6って並ぶわけですよ。で、プラス、まあ、例えばですけれども、まあ、そうだな、スノードロップとかがいたら、全員のレベルを指定して、3体エクシーズとかに繋げるっていうこともできたりします。で、エクシーズ隊見ていく前に、一応一個だけあって、このシクランっていうのとプリムっていうのがいるんですよ。この二つが、一応、立夏星の、下級で来てます。もしかしたらちょっと他にいたかもしれないけど、とりあえずこれが来てて、どっちだったかな、どっちの方がいいなと思ったんだっけな、多分、あ、こっちだと思う。立夏星、あ、ごめん。まあ、一応こいつらが星4の下級で出せますよって感じです。だから、事故ったー、やばい、上級しかいないってなっても、この立夏絢爛さえ引いていれば、下級サーチして出すことができるんで、まあ、どっちか1枚入れた方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。じゃあ、立夏の、エクシーズ隊。まず、立夏ってか、まあ、植物族のエクシーズ隊。これ、クイーンオブナイツっていうのはどういうやつかっていうと、まあ、3200なんですよ。攻撃力が。ただ、レベル8モンスターかける3体の3体エクシーズなんですよね。で、エクシーズ素材1個取り除いて、以下の効果から1つを選択して発動できる。この効果は相手なんでも使えるっていうやつで、相手フィールドにセットされた魔法トラップ1枚を、こいつが表側表示で存在する限り発動できなくするっていうのが1つ。で、フィールド上の植物族モンスター1体を、裏締めにするっていうのが1つ。で、フィールド上のモンスター1体を、攻撃力300アップするっていうのが1つ。っていうわけで、3つあります。だからこいつは実質3500打点で出てくるみたいな感じになります。ただまあ、因果とかの耐性が全然ないので、まあ、っていうところはあるけど、
よね。あとイングナル、こいつもまあレベル6モンスター3体の3体エクシーズです。一旦に1回このカードのエクシーズ素材2つ取り除いて発動できる。このカード以外のフィールドのカード全てを持ち主の手札に戻す。この効果の発動に対して相手は魔法トラップモンスター効果をチェーンできないっていうやつなんですよ。まあ2200-3000っていう風なステータス自体も優秀なんですけれども、まあ全部手札に戻しちゃうのはやばいっすよね。強いと思います。ただブラルと違って、召喚着地するタイミングは、特に何もないんで、そこがちょっとなーっていうところではあります。ただまあ強いカードでありますね。だこいつ出した後に、横に例えばバララバーとかの効果使って、まあ、エリカか、ヘレボラスかみたいな感じのことを並べることができればワンキル取れるみたいな、まあ、そういう風なカードになっております。なんで、まあ今言ったのが立夏なんですけれども、まあ基本的にはバルブとか、まあなんかそういう風なモンスターとかを出しといて、まあバルブ、じゃあバルブかな?バルブ出しといて、その後に、よいしょ、スノードロップ、をバルブリリースして特殊召喚。で、スノードロップの効果で一緒にボタン出す。で、ボタン効果で、まあ、魔法カードとかトラップカード取ってきます。で、バルブ効果で墓地から特殊召喚します。で、スノードロップ効果で全員のレベルを8にして、クイーンオブナイス出します。ドーンとか。っていう風な、まあ、そんな感じの戦い方かなみたいなっていう風には思います。こんな感じです。じゃあ、他のカード見ていきましょう。黒き森のウィッチはもうすでに来ちゃってるからいいかな。でサイクロンっていうのはフィールドの魔法トラップを1枚を破壊するっていうやつで、まあミラーホースとかを無効にできるで有名ですよね。で、ガチガチガンテツ。まあこれは昔、テクジーナス代行でしたっけ?まあなんかそんなんで、代行天使でしたっけ?ごめんなさい。ちょっとなんか名言で教えてもらったんですけど、すぐに思い出せないや。っていうので強かったというふうには聞いてるんですが、現環境ではどうなんかなーっていうふうな感じはありますね。まあ、レベル2モンスター2体で出して、フィールドのこのカードが破壊される場合、代わりにエクシーズ素材1個取り除いて、っていうことができると。で、あとはこのカードが表側表示で存在する限り、自分フィールドのモンスターの攻守は、エクシーズ素材にかける200アップするっていうふうなカードです。なんでガチガチガンテツは、まあ、カナディアとかからも作れたりとかしますよね。まあ、ランク2のモンスターです。で、あとは、まあ、ヘルレイカーはちょっと、まあまあまあって感じかな。で、テクジーナスワーウルフは、一応相手の特殊召喚にも反応するんですよ。レベル4以下のモンスターが特殊召喚された時に、こいつを手札から特殊召喚するっていうところが、まあ強いところかなとは思います。あとは、フィールドのこのカードが破壊されて墓地をくれたのエンドフェーズに、デッキからワーウルフ以外のテクジーナスを手札に加えるっていう風な、ちょっと遅い、合気より遅くて、ちょっと条件も厳しいんだけど、サーチ効果もあります。まあワールフは昔はちょっと出張パースとして強かったそうなんですが、今のリンクスでも活躍できんのかっていうとちょっとわかんないかなーっていう風な感じやねっていう状況でございます。でまああとはね、カッターシャークとかジゴバイトとか黒白の波動とかがあるんですが、ちょっとこの辺はね、あの動画長くなりすぎちゃうのでごめんなさい、割愛させていただきます。まあ気になる方は見てください。よろしくお願いいたします。まあそんな感じかな、多分大体そんな感じです。あとはまあ生放送でね、実際に調整もしていきますんで、新パック出た後は、ちょくちょく皆さんも来て見ていただけると、はーん、こんな感じで動かすんかみたいな感じでね、わかりやすいと思うので、よろしくお願いします。では、今回の動画以上です。参考になったらぜひぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今何時だ?今4時半。頑張って今から編集しますわ。では、また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。